やはり閉じ込められた。まあ、ね、奴から逃れるための罠を仕掛けて、あの仕掛けが働くまで、この娘を守りながら時間を稼ぐとしよう。手を出すな。こいつは親父と仲間の仇だ。私が倒す。お主らはそこの銀仮面の君には勝てんよ。無駄な血を流すだけだ。そんなこと。勝てん。分かった。今はあんたと協力する。避けろ。え、何？くせきだと。今の音は何だ。銀仮面教ご無事ですか。よし、門が開いたな。奴が身動きできぬ隙に逃げるぞ。岩が邪魔で奴らを応援な。だがそう簡単には逃げられない。お主だ。一体の封鎖は終わっているか。はっ。北東の道を除いて完了しております。そこもすぐ。いい、そこへは俺が行こう。封鎖が終わるまで奴らを行かせるな。ということだ。聞こえたか、お主。我らは銀仮面より早く北東の道を抜けねばならぬ。逃げるだけっていうのが気に食わないけど仕方ないか。そうと決まればさっさと行こう。ねえ、崖だよ。このまま登るのは難しい。あの柵を壊して岩を落とせれば足場ができそうだ。柵を？なら私の火矢で燃やしてあげようか。もし火矢を使えるのか。そうだよ。準備にちょっと時間がかかるけどね。なるべく急いでくれ。その間は俺がお主を守ろう。任せておくれよ。それにしても偶然落石が起こってよかったね。偶然ではないさ。ああなるように仕掛けたのか。え、あの落石はあんたが起こしたの？妖術か何か？妖術など使わずともあのくらいのことはできる。皮ひもかの剣を使う。テコの原理も応用できる。よくわかんないけど、あんたって頭いいんだね。まあ大抵の人がそう言ってくれる。あの銀仮面、どうも見えぬ道。まさか奴の仕事。ご覧いただこう、これぞ芸術。芸術を理解せん奴らめ。全やつらめ。よし、柵が全部壊れたよ。よくやった。この岩を足場にして崖を登るぞ。あんた結構強いんだね。ちゃんと私を守ってくれたし。なんだこいつら、この崖を登ってきたのか。まさか崖下の奴らは全滅。逃げろ、叶わねえ。こら逃げるな。
奴らを食い止めろ。くそ、銀河免許へ伝令を出せ。それから逃亡兵が開けた門を閉めておけ。こことこの先の門は閉めておきます。せっかく開いた門を閉められては困る。時間もないよ。門が閉まる前に通り抜けるぞ。間に合わなかったか。時間はかかるが別の道を行くしかないな。ん？なんだこれは。銀河免許にお届けしておこう。倒しても倒してもキリがないね。本当にしつこいんだから。ご覧いただこう。ここが北斗の道か。芸術、見たところまだ封鎖は完了していない。銀河免許や君はお待ちかねだったようだな。気づいたかヘボガカ、先ほどのような騎士はもう通用せぬぞ。お前はここで終わりだ。今日のところは引いてやる。よし、今だ、逃げるぞ。わかった。あの仮面男、次会ったら絶対に殺してやる。よく我慢したな。お主が冷静になってくれなかったら逃げられなかったかもしれん。生きないと親父とみんなの仇撃てないから。そうだな親父、ちょっとのみんなも。勇猛なゾット族が泣いてちゃダメだね。ありがとう。俺は何もしとらんよ。助けてもらったあの銀仮面から、だからありがとう。あんた意外にいいやつだね。意外にか。そういえばあんたの名前は？ナルサスだ。ナルサスか。私はアルフリード、よろしく。あんた年はいくつなの？26だ。へえ、もう
う少し若いのかと思ってた。まあいいや、ちょうど私と10歳違いだから覚えやすいし、年は少し離れてた方が頼りがいがあるものね。はあ、よし決めた。私ナルサスについていくよ。他にもゾット族の仲間はいるだろう。戻らなくていいのか。いいの。殿下、すぐに合流しますゆえ、それまでご無事で。もらった。うわっ、アランギース殿。一人でこの人数を相手にするのは苦しかろう。助太刀する。かたじけない。化け物だ。なんだあの強さは。勝てるわけねえ。逃げろ。なんたるざまか。逃げる奴は俺が斬る。誓いして戦え。俺はカーラーンの子ザンデ。貴様に殺された父の無念を晴らす。カーラーン、なんとも面倒そうな男じゃな。捕まる前にペシャワールへ急ぐが得策であろう。夜を越えてもまだ追ってくる。